委員会を再開いたしますこの際、河野外務大臣、発言を求められておりますので、これを許します、河野外務大臣。委員長、えー、事実関係を確認いたしましたところ、まだ確定していないものを外務省の早とちりで、えー、会派にご説明にまあったようでございまして<ー>、えー、大変申し訳なく思っております。あの外務省といたしましまては 先方政府と調整の上え、12月4日ということで、官邸におはかりをした後と、義運に明日かけさせていただくことにしておりましたが、確定をする前に、誤ってご説明に上がってしまったこと、また、そうした情報が外に流出したことについて、 大変申し訳なくお詫びをいたします。今後このようなことがないように、しっかり対応させたいと思います。申し訳ございません。予算の執行状況に関する調査を議題とし。内外の諸情勢に関する集中審議を行います。休憩前に引き続き質疑を行います。福山哲郎君。委員長福山君。はい、お疲れ様でございました。まあ、今外務大臣から真摯にご答弁がありましたので。あの。 まあこういうことがあってはならないと思いますが、官邸と外務省の間、それから国体との間での調整が不行き時だったというふうに受け止めます。えっと、当初ですね、総理の概要は7日までと国体別でずっと承っておりました、えー、今、河野大臣からまあ4日までということで調整をして、官邸にお諮りをするということでしたが、4日だと7日までとはだいぶ状況が違います。 実は29日から7日まで、ほとんど、えー、29日から7日までほとんど十九日から七日までほとんどこの臨時国会の会期末まで総理がいないということで、えー、自民党の国体は入管法を衆議院で早く上げてしまいたいと、入管の採決を衆議院で、えー、交換機間を呼ぶところによれば、明日やるというような話も出ています。これ、実質まだ7時間しかやっていません。 実は法案の中身もまだはっきりしないし、データも間違い、いまだに公表も公開されていません、総理、あの決まっていない外遊で、まあ、採決はないと私はもともと思っていたんですけど、まあ、4日までというふうに今もある程度方向が見えたと、まあ、総理も会期中、帰ってこられるということで、入管法の審議きちっとやると、明日こんな状況で採決するなんていうことはないということは、 総理あの、それでよろしいですね。安倍内閣総理大臣あの。国会の運営についてはです、ねえー、まさに国会で、えー、委員会でお決めになることだろうと、このように考えております福山哲郎君。いや総理の外遊日程に合わせて国体が言ってくるから、われわれは国会,国会で決めるというのは理屈、建前は分かりますが、実際は官邸に意向を確認しながらやるのが、これ、常ですから。 それは建前の議論としては分かるけれども、総理の外遊日程が変わったと、会期内に総理は帰ってこられるということならば、入管法の審議はきちっとやると、それは基本的には法案の審議の要請をされている政府側ですから、慎重に審議をやってくださいと、丁寧に審議をやってくださいということで、総理いいですね安倍内閣総理大臣。あのまあ、いずれにせよ、当然、きちっと審議をやれることになるんだろうと、このように思いますが。 事前に対しましても、日程等については私は口を立す立場ではございませんので、委員会から求められれば当然、答弁、誠実に答弁をしていきたいと、こう考えております福山哲郎君。まあ、そういうことだと思います。えっ、ー、と、一方ですね、例の技能実習生の個票のデータが、えー、結局、公開を、えー、法務大臣していただけません。総理は衆議議院のの本会議で刑事訴追のがあると 明確に答弁をされています公表は2870人、平成29年度分でございますが、えー、刑事訴追を、刑事事件、別の刑事事件ではなくて、これらの失踪技能実習生が刑事訴追された例はありますか、お答えください。山下法務省和田入国管理局長、えー。お答えいたします。えー それぞれの事件の、個々の事件につきましては、個別の事情によるところでございますので、えー、答弁を差し控えさせていただきます福山達郎君。誰も個別の事件なんか、一切聞いておりません、あの答弁、質問変えないでください、2870人のおいわゆる失踪者が、別の刑事事件ですよ、例えば,あの例えばとあの、物を盗んだとか、暴力事件を起こしたとかではなく、 えー、刑事訴追された例はありますか法務省和田入国管理どっち山下法務大臣、えー、お答えいたします、えー、まず冒頭ですね御指摘の法務省におけるデータの誤りあるいは表現ぶりに誤解を招く点があった点について、えー、これはあの心からお詫びを申し上げますあのこれは集計人におけるうまあ表現ぶりを万全と使ったり作業ミスを主な原因であって まあ、故意会案を行ったものではないということでございます。そして、 先ほどの公表の中身につきましては、これは、この中身につきましては、さまざまな今後の調査、あるいは捜査につながる情報が含まれております、そしてそれに基づいて、どのような捜査活動、調査活動が行われたかということにつきましては、これについては、これは個々の事件に関する調査活動に関する事柄でございますので、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。福山君 刑事訴追された例はあるかと聞いてるからあるかないかだけ答えてもらえれば結構ですイエスかノーかでご答えください山下法務大臣、えー、技能実習生の稼働状況に関しまして、えー、刑事訴追になった例は聞いておるとあのあったというふうに把握をしておりますしかしながら 網羅的な把握はしておりませんそして、その訴追において、具体的にどの証拠をどういうふうに、あるいはどういう経緯でということに関しましては、個別具体的な捜査活動、あるいは調査活動の詳細に関わることでございますので、法務大臣としては答弁は差し控えさせていただきます福山達郎君。もうあ,のあったとは聞いておりますが、網羅的には把握をしておりませんって意味が分かりません。誰から本人報告を受けたんですか。 誰から聞いたんですか山。山下法務大臣。例えばですね、あの技能実習生に関わる関係で労働基準法違反であるとか、そういった労働法違反、これで卒業された例はございます。ただその個別の事案についてどのような調査あるいは。 帳票が利用されたかということについては、お答えを差し控えなければならないということでございます福山達郎君。帳票が利用されたとか、利用されないのか、聞いてないじゃないですか、失踪の技能実習生が刑事訴追された例はあるかないか聞いてるんですそれが答えられないんですか、ちなみに和田さん、あれですよね、失踪者の刑事訴追については把握してないですよね。 統計取ってないですよね事実関係で答えてくださいね法務省和田入国管理局長刑事訴追に関しましては入国管理局の所管ではございませんので、えー、私どもでは把握しておりません福山哲郎君じゃあどこなら把握してるんですかはい、和田入国管理局長、えー、刑事訴追に関するう所掌は刑事局になろうかと思います委員長福山哲郎君じゃあ 事前通告しています、失踪技能実習生軽率をつされた例はあるかと聞いたら。法務省が人数については統計を取っていないため、把握していないと答えてるんです。なん,なんでそのことをちゃんと正直に言わないの、法務大臣。おかしいだろ法務大臣。山下法務大臣。山下法務大臣。 えーと網羅的に把握してないということにつきましては、統計上、えー、明らかでないということから、そういうふうに申し上げたということでございます福山哲郎君。結局、把握してないんじゃないですか、刑事訴追された例は、あるかないかも把握してないんですよ。でこの2870人は、もうすでに国外退去処分で帰国しているはずです。これ、行政処分です。刑事訴追ではありません。で私、調べました。えー、失踪者は 48時間以内に入国審査官に引き渡されて、その後,数日後で、数日後に送還されます、つまり2870人は国外退去処分になっているので、悪いけど刑事訴追される恐れありません、法務大臣どうですか山下法務大臣。 ちょっと誤解があるようなんであので、整理してお答えします。まずですね、この聴取票につきましては、これは入管法違反であり,あのあります、まあ、オーバーステイなどなどの,の技能実習生から聴取したものということで、この技能実習生、えー、自体は刑事訴追を行われる恐れがございます。そしてこれは任意に調査したものでございまして、公表前提に聴取したものではないというわけでございます。そうしたことから一般的な公開ににについては非常に慎重に取り つかなければならないところこの聴取表の中身については この技能実習生のみならず、関係先、すなわち技能実習実施機関であるとか、そういったことに対する調査や、あるいは刑事訴追に関わる情報が含まれているわけでございます。そうしたことから、これが調査あるいはあ捜査、これは技能実習生に関わり、ま、あの限られません、えー。そうした情報を含んでいるがゆえに、これを公にするということについては、極めて慎重に考えるべきだということを、法務大臣として申し上げているわけでございます。本郎君 総理はね、本会議のときにね、今みたいな答弁してないんですよ、いわゆる失踪者だけが刑事訴追を受ける恐れがあるから、駄目だと本会議で言ってるんです、これ、どん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 、後から法務大臣、いろんなこと突き刺してるんですけど、法務大臣、じゃあ、逆に言うと、受け入れ機関等に、えー、刑事訴追を行った例はあるんですか。法務大臣 えー、技能実習生の実習先を労働関係法令違反で訴追した例はございます、ただ、それについて、いかなる証拠で、あるいはいかなる経緯で入手した情報に基づいて行ったかということをつまびらかにすることは、これは法務大臣としては差し控えたいということでございます福山哲郎君。技能実習の失踪の件についてどうですか。事実だけ答え山下法務大臣 あのすみません、ちょっと今、質問の意味があの正確に把握しているか分かりませんが、あ少なくともその技能実習生の実習先を、労働関係法令違反で訴追した例はあるということでございますが、私の,あのちょっと受け取り方があれであれば、もう一度あのいただければと思います。福山達郎君、つまり、さっきの答弁と矛盾してるんですよ。当初の本会議のときに刑事訴追が恐れがあるというのは失踪者について言ったんです。それがあるかというと答えられないって言ったんです。今、受け入れ期間はあるかといたら明確にあるって言ってるわけですよ。 なんでさっきの、あると答えられなくて、今はあると答えられるんですか。いいですか。山下大臣。あの、この聴取自体は、ああ、先ほど申し上げたように、入管法違反、ああ、ということで、えー。ございます。あの、失踪した技能実習生から。 に聴取した情報でありますこのときの立場であります、この技能実習生の立場は、これは刑事訴追の恐れあのを受ける恐れがあるわけでございます。そして、この聴取票の中身を公にしないのは、そうしたものから聴取したものであるということが一つと、もう一つは内容においてプライバシーであるとか、あるいは今後の調査、あるいは捜査に関わる情報が含まれているということでございます。そしてあの本来であれば個別の ことについてあの申し上げるのはなかなか差し控えるべきなんですが、今申し上げられるのは、技能実習生の実習先を労働関係法令違反で訴追した例があるということでございまして、これ以上の詳細については法務大臣としてえ差し控えさせていただきたいということでございます哲郎君だから2870年は悪いけど、徴収用のやつは平成29年度です。ほとんどもう行政処分の対象になってるはずです。でしょ いないでしょうもうこの国内になんで刑事訴追の恐れがあるんですか行政処分の対象に一体処分を受けてるでしょうこの2870人は受けてますよね佐藤入国管理局長お答えいたしますこの2870名は確かに、えー え、入管法違反の、権威がかかって、え、強制、え、退去強制の手続きの中に、え、入ったものであるということは、事実でございますが、そのものが、すべて退去、現実に、え、出国したのかどうか、ということについては、え、今、手元に資料がございませんので、え、お、お答えできませんが、すべて、 すべてがあの出国するという関係に立つものでもございません、あの場合によって、えー、本人がさまざまな手続きを取ることによって、国内にとどまっているということもあろうかと深浦節郎君。いやいや、だから、行政処分して、国外退去になる可能性が高くて、なおかつ本人が繰り返りたくない場合には、最大60日間の入国者収容所とかに入るわけですよね。 その期間を超えると入国管理センターに移されるわけですよね、それも一つの行政処分ですよね、その人たちがあえて、じゃあ、刑事訴追される可能性あるんですか、2872の人何人か分からないけど、一部は国内に残ってる、それは僕は認めますよ。その方が刑事訴追される可能性あるんですか。まだ入国管理局長、え論理的にはあろうかと思います。 はい、福山郎君だから2870人は出しても、もう雇用を出しても問題ないんですよ、今の分かりますか、和田さん、論理的にはあり得るって言っているけど、現実には国内に残りたいという人は全部入国者収容所とかに国が管理するわけでしょ、何言ってんですか、なんで刑事訴追の恐れがあるんですか、みんな国外退去させているのに、一部じゃないですか、そんなの。じゃあ人の日何人何 国内に残っているんですかまだ入国管理局長。申し訳ございません、あの現在、手元に数字を持っておりません。福山哲郎君まず刑事訴追の恐れはないんです、だって平成29年なんだから、ほとんど返してるんです、行政処分で。なんでこれで刑事訴追が恐れがあると言って、公表を出せないんですか、法務大臣。 田大臣あのですから、公表を出せない理由は、あ2つに分けて申し上げますと、1つは、あこれはあ刑事訴追の恐れのあるものから、あこの情報を要するに、任意で、そして公表をすることを前提とせずに、聴取した内容であり、これを公開するということは、あ今後、そういった調査に応じられなくなる恐れがある、これが1つでございます。で2つ目は、この聴取した内容自体にですね、 これはさまざまな関係先、あるいは本人、まあ、そういったものの刑事訴追や調査の対象となり得る情報が含まれている、実際私も今回の平成29年の出走技能実習者に関して、違法状況が認められるのであれば、徹底的に調査をするようにということは、入管局長に指示を改めてしております。そそうしたとこころででれれは調査の対象ににもなり得るでそれがさらに進んで、まあ一般 論ではございますが、刑事訴追につながることもありうるわけでございます、そうした情報を含むがゆえに、これを公表するということは、非常に、まあ、よくないのではないかというふうに考えております福山君それでも委員会に出して、今、衆参の国会議員が全部手書きで公表書いてるんですよ、それ外で出してるんですよ、コピーして。公表手書きで書いたらよくて、法務省が今だめなのは理由はなんですか、日山下法務大臣。 これにつきましては、国会の委員会、理事会のご決定でございます、それに対して法務省として、これは控え示措置についてもしっかりとご検討いただけるということで、ごく例外的に応じさせていただいたものでございます、法務省といたしまして、この公表について、これは公にすべきでないということに関しましては、ぜひご理解を賜りたいというふうに考えております。 委員,えっと、委員の皆さんにお配りしている人が、それからパネルの3枚目をご覧ください、これ、実は、建設省が外国人建設就労者受け入れ事業にかかる制度推進事業というのをやっていまして、これはオリパラについて、えより外国人労働者が必要だということで、緊急に入れましたで、緊急に入れていただいて、これは特定活動の扱いなんですけれども、技能実習からの受け入れもしています。この状況で実は それぞれの、えー、受け入れ状況について。ちゃんと建設省は、この国際建設技能振興機構というところが。調査をしてまして、これ公開情報に出てるんです。国籍と受け入れの企業は黒にですけど、あとは見てください。特定活動、技能実習、技能実習。中にはですね。えー、住宅が狭いとかですね、えー。休日に休日手当がつかなかったとか、これ全部出てますよ。で、その横にもいろんな。 えー、振興機構の対応についても出てますよ、これなんで建設省が出せるものが法務省は出せないんですか、これ出せるじゃないですか、だって、今の法務省の雇用だって、マスキングしてあるでしょ、最低限のプライベートは守るんだと言って、マスキングしてあるものを、今、一生懸命、一生懸命国会議員がこうやって手書きで写してるんですよ、これだって建設省ちゃんとこうやって、あ国交省、国交省、ちゃんとこうやって、あれじゃないですか。 どうしてるじゃないですか。なんでこれが出せて法務省出せないですか。山下法務大臣、えー。法務省といたしましては、これはもう具体的に調査ああいうその違法がうかがえるものについては調査をするようにというふうな指示もございます。またこれについて例えば。 あまあ法務省というのは卒議機関、卒業期間、これも持っているところでございます、そうした中において、こうしたものについて、えー、情報の取り扱い、これについては、慎重に法務省としては判断しているところでございます、国土交通省がどのようなご判断で、こういうふうな公開をされるかということについては、これはやはり他省庁に関する事柄でございますので、私はあのお答弁は差し控えさせていただきます。な 山間君あのね、この国交省の緊急事業でも、状況によっては失踪者が出るんです、そしたらその失踪者は、法務省にひょっとしたら身柄を拘束されたら、入国警備官は聴取するんです、国交省のやつは出て、なんで法務省のやつは出せないんですか、それから先ほど言っているように、刑事訴追される可能性ないんですよ、失踪者は。 だっていないんだから、行政処分受けるんだから、すぐに、そうでしょ、あなたの言ってることね、説得力がありそうなんですけど、全然ないんですよ、いないものを刑事訴追する、いないものも刑事訴追すると言ってる、これで国交省はこうやってマスキングして出してるのに、法務省は出せないと、いうだけどこの中にひょっとして失踪者が出たら、これ、技能実習の方もいるんだから、技能実習の方が失踪したら法務省行くんですよ。 これ国交省、出してるじゃないですか、法務省、法務大臣、全然説得力ないんですよ、説得力ありそうに見えるけど山下法務大臣。 あのこれ、国交省がどのようなご判断で出したかにつきましては、ちょっと私としても判断しかねる部分がございます、えー、た,だただ、そのまあ失踪者につきまして、そのそもそも聴取の手続き自体が、あこの刑事訴追のおそれのあるものから聴取している、それを非公開で、えー、ということ、まあ、そういったことで、これが一般的に広がるということになれば、例えば、あこのお失踪荻野実習生については、後にいろいろ報復されるのではないかとか、 さまままざなことを考えるものものおりますでそうしたことから、これを一般に公開するというのは、適当ではないというふうに考えております、そしてまた情報について、えー、あの関係、自主機関も含めたあこの調査、あるいはあ刑事訴追の可能性があり得るということ、まあ、本,人あの本人も含めてでございますがあ、そういったことはこれまでご説明したとおりでございます君全く説得力ない、同じ答弁繰り返しているだけだもん。 いいないんだもんだって、失踪者は、軽率の対象者いないんだもん、さらに言えばですね、えっと、申し訳ないですけど、じゃあ、平成26年の1244人から27年、28年、29人全部合わせて約1万人います、この方々の紙は、じゃあ、委員会には提出いただけるんですね、先ほど言われたように、こっちが写すなら、つまりなぜかというと、この技能実習が今回の入管法の新しい在留資格に、 少なくとも法務省の言い分でも45%、あの業種によっては100%近く移行するんです、この技能実習がほとんど接続するんです、だからこの技能実習の中身をしっかり確認しなきゃいけないから、この失踪者の状況を確認したいとわれわれは言ってるんです、ところが出せない、出せないの一点張り、その理由は全く今の話で説得力はありません。 じゃあ、その1万人分のやつは国会には出してもらえるんですね山下法務大臣。え提出できない理由につきましては、この聴取法の性質によります、そしてその前年,いくあの前年以前のものにつきまして、実はこれは技能実習法が新たにできる前の施行前の技能実習制でございます、そしてこの技能実習法につきましては、28年11月に、 あの、当時、福山委員もおられました民進党の賛成も得て、与野党の幅広い議論の中で、これは成立しておる。そしてそれが昨年の11月、これに施行されているということでございます。そして、 技能実習全体につきましては、成立は21年でございますが、施工自体は、この技能実習の、あの、この在留資格は、22年7月に始まったものでございまして、これは与野党を超えて、これ取り組んできたものがある。そしてそれが28年の技能実習法につながったものと考えております。きさっきは止めてください。 山下法務大臣。 えと結論から申し上げると、えー、この調収法の性質上、おまあ、出すことは適当ではないのではないかというふうに、法務省としては考えております。その結果につきましては、あこの新たな技能実習法に反映されている、それは与野党を通じて、えー、まああの与野党の大半の方の賛成をいただいて、成立した法案に反映されているのではないかと考えております福山哲郎君、29年度を出して、過去にあるやつを出せない、国会に出せない理由はありません。 委員長理事会で、えー、協議してください。じゃあ<ご>法施行後の失あ院長。午後理事会で協議をいたします。はい、熊山徹郎君。じゃあ法施行後の失踪者は何人程度いるんですか。また入国管理局長。えー、失礼します。四。 4200、違う,違う、違う,違う、あすみません、えー、失礼いたしました、えー、平成30年上半期の失踪者数が速報値でございますが、4279人となっております、ただ、えー、このうち本新法施行後の技能実習生がどのぐらいかということは把握しておりません。 郎君4279名、えー、非常に上半期だけですけれども、現実問題としては、新法施行後でも全然減っていません、で実際にもう、えー、失踪者が4279いるんだから、この中でどのぐらいの人数が公表、作成されてますか。入国管理局長 4279のうち、えー、その後、入管当局において補足したものについて、公、え、表、ー、をお、このような、えー、聴,聴取票を作成するという関係になります。えー、したがって、えー、その数については現在、把握をしておりませんが、精査中でございます福山哲郎君。これ、私が法務省から聞いたところによると、1000や2000は今あるとおっしゃっています。ででもも国会ではこううやって表に出しませんもう全く不誠実 この大臣の答弁も、本当に言ってるのはまともそうに聞こえるから、全然答えてないんです、それで、これ、公票が出たら即座に出してもらえますよね、精査中の公表だって新制度のもとは我々も賛成したんだから、我々確認する権利ありますよね、いつ精査できるんですか。山下法務大臣 えこの新制度につきましては、これは、故票の,のみでえ判断するのではなくて、今、例えば3700所について、ですねえちょうど実調査を入っておったり、あるいは、例えばその悪質ブローカーを排除するために、二国間,あ国間上あの合意、これを10か国締結する、そういった総合的なところから検証していく必要があると考えております、そういった総合的なところの検証について、ですねえこれはあ大臣政務官あをヘッドとするプロジェクトチームを を設けまして、それでしっかりと検討してもらい、運用状況について、また検討していただくということにしておりま福山哲郎君。間違ってます、あなたの考え方は。行政の執行状況を監視するのは、国会の役割なんです、あなたたちが政務官作って勝手にやるのは勝手にやっていただいたら結構だ、我々は我々として、国会として必要があるからやろうとしてるんだ、そのことに対して何でもデータは出さない、出したくないと言って。 あとはわれわれがやりますって、国会の機能、なんだと思ってるんですか、あなたもっと検事だから分かってるでしょう、そのぐらい。答弁するの山下大臣 あの誠にあの申し訳ございません、あのただ、なぜ、公表を出すことが法務省として適当でないかと考えると、先ほど申し上げたように、公表というのは、それは聴取時点で公表を前提としてない、そしてその中にさまざまな調査、刑事訴追につながりうるものがあるということで、法務省としては提出すべきでないという立場であるということをぜひご理解賜ればと思います福山君。 ここにケース国交省、これ出してるじゃないですか、技能実習の実態を把握しなければいけないからと言ってるんです、総理、これね、この技能実習の状況を把握しないで、この法案を採決するなんてありえないですよ、データは出さない、状況が分からない、総理、いかが思いますか、今の議論、だって刑事訴追の恐れないんだから、今の話聞いてて、総理の本会議の答弁が、実は法務省の書いた答弁、おかしいんですからね。 総理これね、本当にこのデータ、ちょっと警察省出してるんだから、国交省は、これね、現実の問題として出さないと、これ、採決なんてありえないですよ、何にも分からないまんま、ただやみ込むに採決しろと言うんですか、そんなありえないじゃないですか、総理いかかがですか安倍内閣総理大臣。あの、まあ、審議が終結した段階で、まあ、採決はされるんだろうと思いますが、まあ、そのご判断はまさに委員会がお決めになることだろうと。 こう思っております、まあ、ご票をなぜ出せないかということについては、先ほど来、えー、法務大臣からルール,ル、ご説明しているとおりでございます福山君、時間来ております全く法務大臣の答弁はあの説得力はないと、このままでは採決どころか、全く入管法については、えー、不明確なまんま、審議を全く進めないということを申し上げて質問を終わりたいいと思います、えー、以上で、福山哲郎君の質疑は終了いたしました。